アマンダ・ビアードはアメリカ合衆国の女子競泳選手。種目は平泳ぎと個人メドレー。姉の影響で5歳から水泳を始める。1996年アトランタオリンピック代表選考会で100メートル平泳ぎと200メートル平泳ぎに優勝し14歳で代表になる。100メートル平泳ぎと200メートル平泳ぎで銀メダル、メドレーリレーで 金メダルを獲得した。2000年シドニーオリンピックは200メートル平泳ぎで銅メダルを獲得。2003年の世界選手権では200メートル平泳ぎで2分22秒99の世界大記録で金メダル、100メートル平泳ぎとメドレーリレーで銀メダルを獲得した。2004年アテネオリンピック代表選考会で2日前に オーストラリアのリーゼル・ジョーンズに更新された200メートル平泳ぎの世界記録2分22秒96をさらに0.52秒更新する2分22秒44で優勝し3度目のオリンピック代表となる本番では200メートル平泳ぎで金メダル200メートル個人メドレーとメドレーリレーで銀メダル100メートル平泳ぎでは4位だった 4度目のオリンピックとなった2008年北京オリンピックでは、米国女子競泳チームの首相に選ばれたが、唯一の出場になった200メートル平泳ぎで、予選落ちに終わった。ありがとうございます。